まあ、ここでうまくこうなったんですよね。ちょうど外人とジョーンズがここのピックアンドロールで外人が圧についてジョーンズがミスマッチって時に、まあ一応まあセオリー的にはここに入れたいんですよ。やっぱ圧も見てるんで。まあアレックスがこっちに行って僕がリフトして入れるか、それか、まあ、マリーさんも気づいてわざと自分がここにいたけどわざとリフトしてこっから福ちゃんに入れてアレックスに入れるかっていうのが結構、まあ、セオリーだと思うんですけど、ずっと見てるじゃないですか。やっぱここで裏パスを出そうかっていうところで、まあ、そこでマリーさんがパスもらって、でこの人もやっぱ下がミスマッチなんでうまく出れないですよね、マリさん。やっぱ下が気になってチェックがいけないんで、まあ、マリさんもそこで狙って、まあ、マリさんはシュート打たなきゃいけないですよ。もう3秒だから。打ってもまあリバウンド取れるしってところで、あとまあ、ここがやっぱりミスマッチなんで、で、この子は絶対ミスマッチの時点で、毎回行くんですよ、この子、ここで。ずーっとこの子のこと見てるんですよ。この15番の子が、試合中序盤で結構スリー決めてて、この子絶対外人にブロックアウト行くんですよ。自分のマークじゃなくて。ずっとそれ思ってたんで、あ、自分のところ絶対ノーマーク。だからあえて僕が今度飛び込んだら取れたっていうのが。僕らの回数を、オフェンスの回数をオフェンスリバウンドで増やしたら、相手の時間って減るじゃないですか。ってなると、オフェンスのする時間がなくなるわけですよ。僕はもう若い時にそれをやられ続けましたからね。まあ、そこで学びましたね、いろいろ。こう勝負どころでの、セオリーというか、確率論だと思うんで、そこでいかに相手の勝率を下げるかってところが、僕は勝負どころに生きると思ってるんですよ。プレーオフとか特に。もう1%でも上げたいじゃないですか、勝率っそうて。ですよね。